両面が同じ色のタントという色紙を使ってタンポポを作ってみました。一辺が15センチの正方形の色紙です。この型紙はコメントの URL からダウンロードできます。まず10センチ角の白い上質紙を8つに折ります。最後の部分を半分に折って、そこを斜めに切り落とすと八角形ができます。色紙は3分の1に折ります。2センチ5ミリに印を入れていきます。そして細長く切ります。それをギザギザのハサミを使って切っていきます。これを重ねて半分に折り癖をつけておきましょう。薄い色、中間色、濃い色と作ります。八角形の台紙に糊をつけて、周りから花びらを貼っていきます。まず8箇所に貼ります。次にその間、また8箇所貼ります。一番外側は16枚になります。次にその一つ内側に貼っていきます。ここには8枚貼ります。中間色の花びらをまず4枚。その間にもう4枚貼ります。最後に真ん中には濃い色の花びらを貼ります。重ねて貼っていきます。これで花の完成です。次は葉っぱです。色紙を半分の半分に折っていきます。縦横同じように折ります。小さな四角を切り出します。三角形に折り癖をつけましょう。3、4枚を一組にしてボンドで貼っていきます。少しずつずらして貼りましょう。これで葉っぱの完成です。組み合わせて貼ると、こんな風に立体的なタンポポのケージが出来上がりました。